おっ、長野ジュリアでーす。イエイ。はい、今日はですね、私の YouTube 動画記念すべき第2本目ということで、今回は私のことを皆さんに知っていただくために、質問コーナーをやりたいと思いまーす。はい、今日はですね、私の友達の R ちゃんにちょっと協力してもらおうかなというふうに思っております。 R ちゃんお願いします。はい、戦ってみたい相手は、戦ってみたい相手は、戦ったら多分ボロボロにやられるけど、那須川天心選手の蹴りを食らってみたいです。はい綺麗なのにどうしてそんなに面白い顔ができるの若干悪口かもしれないですね。綺麗なのにどうしてそんな面白い、なんか変顔しちゃうんですよ、結構ことあるごとに、なんか茶化しちゃうんですよ。はい、あ。これはチップとデールのチップ側です。はい。どうしてそんなに字が変なのそう、私めちゃくちゃ字が下手で、何、職場、看護師の職場とかでもすごい怒られたことあって、なんか書いてみました。長野ジュリア、よろしく、よろくお願いします。もうね、願書とか履歴書もこの字で出してるんで、はい、なんとか人生切り抜いてってる感じです、この字で。はい、次。どうしてそんなに面白いの？どうしてそんなに面白い？嬉しいですね。私は結構、なんだろう、小学生の時からクラスで面白い人ランキングみたいなのでなんか入っちゃったりとか、そのせいでもう全然なんかモテなくて、男にしか見れないみたいな、よく言われてました。はい座右の銘は、座右の銘、水亀座とかそういうことだっけ？違う、座右の銘ってなんだっけ、ザブットなんだっけ、座右の銘、座右の銘は、人に教わられかるべからずやったるでちょっと待って、分かんない、常に人に教われちゃうかもしれないっていうことを考えながら毎日生きて、道とか歩いてて人に襲われた時にどう行動しようかなっていうのを、常に考えてるっていうのが身近にあるので、はい、人に襲わらざるべからずかるべやっちまうぞっていう座右の銘にします。はい、次。寝る前は水ですかコーラですか？寝る前ですか、基本水かダイエットコーラしか飲まないんですよ私。で、寝る前は水を飲むんですけど、1日、水分を250ぐらいしか取れなくて、喉が渇かないんですね、全く。どんだけ運動したりしても全然喉が渇かないっていうのが悩みなんですけど、はい、水飲んでますね。なんでそんなに肌が綺麗？あ、嬉しい。これはですね、肌綺麗ですよ。肌だけは綺麗なんですよ。実際にリアルなことを言うと、ピーリング、こうボロボロ取るやつあるじゃないですか。あれを、そこまで肌が汚くなかったんですけど、やったらもう全部ブツブツになって、看護師の職場でブツブツって先輩に言われてたぐらい、ブツブツだったんですよ。おい、ブツブツって。だけどそれが嫌すぎて、本当美容外科に行って専門のレーザーを当てたら、そっから化粧を落とさずに寝てもなんかどんな時も肌が荒れない最強の肌になっちゃって、肌は綺麗だねってよく言われて、このおかげでこのおかげで何、美容系の CM いただいたりとかしてるので、はい、今後もそういうのお待ちしてます。はい。なぜ南流ですか？
あ、何流かね。何流ですか。空手はですね、伝統派空手のオリンピックの方で指導流っていう、まあ、聞いたことない人はいるかもしれないので、言いますけど、5歳で始めたんですけど、空手はずっと指導流、糸に東で流派の流で指導流、四大流派っていうのがあって、そのうちの一つですね、指導流を書きます。はい、次。プロテイン飲んでますか。あ、プロテインは常に家にあるんですけど、なんかこう、なかなかさっき言ったみたいに水とコーラばっかり飲むんで、プロテインは逆にカレーに入れたり味噌汁に入れたりして、味が変わらない程度なところ、料理に入れて、タンパク、プロテインを摂取してるような感じです。へそぴ何個空いてますか。あ、そう、へそぴね、普通1個だと思うんですけど、1個空いてるんですよ。私インスタとかに写真投稿して、へそぴ空いてるんですねって言われるんですけど、高校2年生の時にクラスの子たちがへそぴを空き始めるっていうブームがあって、まあ、あるちゃんよく知ってると思うんですけど、普通病院とかで開けるんですけど、このぐらいのニードルペンっていう、なんていうの、極太の針を買ってきて自分で開けて、でこれへそピン抜いちゃうと、ちょっとなんかへそに傷みたいなのができたまんまになっちゃうんですよ。なのでもうずっとへそピンは、ね、この年なんですけど、つけたまんまで過ごしてます。世界最強の人は誰だと思いますか。世界最強の人、人でしょ。人、バーカオ。サルベージマイスの思い出は。あ、そう、サルベージマイスっていう映画を、私が14歳の時にですね、ヒロインとして撮っていただいてですね、谷村瑞希さんという女優さんと一緒に撮っていただいた、まあ、アクション映画があるんですけれども、思い出は広島が舞台になってるんですね。なので結構広島の観光名所とか出てきたり、まあ、お好み焼きを食べたりするんですけど、撮影の中でもそのお好み焼きを食べてるシーンとかあって、ただでめっちゃお好み焼き食べれたことがすごい幸せだったなっていうのと、そうですね、あの時はちょっともう緊張しすぎて覚えてないですね。映画ドラマで印象に残ったものは。映画ドラマで、最近の話で言うと、映画はミッドナイトスワンっていう草薙さん主演のお話、まあ、あんま詳しく言うとネタバレになっちゃうんですけど、もう本当に涙出すぎて、映画館出てからもう30分座り込んで、もう頭痛くて泣きすぎてぐらい感動した映画でしたね。ドラマは今更ながら最近愛の不時着にドハマりして、もう幸せな気持ちになれますよ、愛の不時着は。で今熱愛、その主演のお二人の熱愛があって、あ、現実の世界でも二人が付き合ってるんだと思うと、もうおばちゃんめっちゃ嬉しくて、もう本当にそういうのもひっくるめて愛の不時着をもう一回見ようと思って、はい、まあ、これは最近ハマったものの二つですね。死ぬ前に食べたいものは。死ぬ前に食べたいものはカキピーかな。カキピーめっちゃ好きなんですよ。カキピーです。今年の抱負は。抱負、私は、去年、の2月に芸能事務所に所属して、まあ、コロナとか私の力量不足で全然、まあ、こう思うような仕事ができなかったので、まあ、女優なので結構その皆さんの印象に残るような役とか芝居をできるようになることと、まあ、アクション去年ちゃんと始めたのは去年なので、もうちょっと上手になりたいっていうのと、痩せるぞということで、総括するとサボらず努力するっていう抱負があります。コラボしたい人は。コラボしたい人、坂口拓さんかな、のウェーブパンチとか受けてみたい、はい、10年後の自分は。
10年後結構いい年、30超えてて、10年後はでもさすがに結婚して、いっぱい犬と暮らしながら女優さんも頑張ってるっていう感じかな。看護師もやってる。好きなタイプは？好きなタイプは、面白くて優しくて嘘つかなくて、強くても弱くてもどっちでもいいですね。意外となんか何でも大丈夫、顔のタイプとかもないし、あの清潔感さえあれば大丈夫です。はい、まず第1回目の質問コーナー、質問動画はこれにて一旦終わりにして、また次回2本目で続きを出すので皆さん楽しみにしていてください。バイバーイ。おっす。